スノーマン岩本照&深沢達也、今日からヒットマンで相葉雅紀と共演も。一部の嵐ファン反発、こっちの功績を汚すな。人気アイドルグループ、スノーマンの岩本照と深沢達也が出演するドラマ情報がネットを賑わせている。共演の仕方に、先輩グループ、嵐を引き合いに出したところ、一部の嵐ファンが怒り出したようだ。深沢が出演するのは、嵐の相葉雅紀が主演するテレビ朝日系ドラマ、今日からヒットマン。相葉の部下役を演じており、15日に迎える最終話で、岩本が出演することが11日公表された。また岩本は来年1月13日放送の同局系ドラマ、恋する警護24時にも出演する。同じグループの共演という出来事に一部のファンが思い出したのが、2009年から11年までに行われた、嵐のメンバーによるドラマリレー。9年の相葉主演のドラマ、マイガール、最終回に桜井翔がゲスト出演し、続く翌年10年1月の桜井主演ドラマ、特上カバチ、では大野聡がゲスト出演。といった様子で、6作続けて5人の主演ドラマに次の作品に主演するメンバーが最終回にゲストとして共演。